皆さん、こんばんは、マーティン。ではのミラクルボーイ、金田です。今日は東大生、東大の話をします。はい。東大の芸能人といえば、磯貝花さん、ご存知でしょうか、あのアナウンサー。やはり、すごかったですね。ニュースゼロの担当しましたね。はい。確かにね、いろいろですね。東大には寮があって、近くにはサンドイッチ、あと、キッチン何回ありますね。はい。豊島区、文京区とか、いろいろありますよね。歌詞は本音にも、はい。よし、豚汁屋さんもありますね。まずは、勉強のアドバイス、東大生からいろいろ言います。国語、まず言葉とは何なのか、これ難しいもんでございますね。はい。まあ、言葉は難しいもんです。はい。数学、これ、数学の人材の登用ですね。はい。やはり、数学はやはり、確実が一番ですね。はい。系と文献によって、はい。英語は全然違います。確かに、過去もまあ、音読で基礎力。あとは世界史は現代社会を通じるなり、日本史はまあ歴史ですね。はい。地理はもう技術、歴史を動かすがわに。物理はもう未知。科学はもう暗記の先なる面白さ。生物は全てを科学。全部面白い。地学はもう、不可欠なものですね。やはり合格率は本当に難しいもんでございます。現状、把握と覚えてください。はい。あとはまだまだあるんですけどもね。はい。東大生、やはり大学共通テスト、まあ、これも、おととしから始まっ、もっと前から始まってますけどね、はい。東大入試、なかなか難しいもんですね。社会人から東大への人も中にはいますし、子育てしながら大学院もいますね。私、東大入りたいけども、無理ですね、さすがに私、頭脳ではあまり。はい。外国語、まあ、いろいろフランス語やドイツ語、イタリア語、スペイン語、ロシア語、中国語、韓国、朝鮮語ですね、はい。いろいろ東大生は本当に難しいもんですね、一日。なかなかね。勉強、やはり基礎科目、必修、大学語と英語と、あと情報。あとはまあいろいろですね、はい。理系だって本当に基礎から始まっていろいろですね、はい。確かにね、難しい。確かにお金の事情、マニー、やはり、料金もちょっと違う。部活動はまあ気になったけど、ホッケー、アメフト、射的、FGA、これに、軽音ですね。音楽関係、あとは、地理部、フェアウィンドウ。いろいろあるけど、他にも、アメトラグビー、ゴルフ、サッカー、テニス、バスケ、バドミントン、野球もちゃいます、バレー。あとは、他にも、ボーリングもあります。私、ボーリング部にも入りたいです。はい。ダンスとか、その他もろもろ。ちょっと文化系いろいろあるけども、イベントや企画、趣味、娯楽、その他もろもろあるので、ちょっと長いので、ここは飛ばします。はい。私、サークル入ります。ボーリングのサークルに入りたいです。はい。もし東大行ったとしてもね。進学選択、いろいろですね。はい。まあ、転学部も中にありますけど、データはあまり公表はしません。はい。いろんな家庭によってあります。東大といえば、いろいろな学部ありますが、法学部、経済学部、文学部、教育学部、教養学部、あとはまあ自然科学だったり理学、薬学、農学、医学、工学、まあ芸能人も東大生何人かいますけどもね、はい、中には留学生から入る人もいますね。卒業後はやっぱり就職する人と東大の大学院、やはり授業が長い人とコロナの対応不満が多いのは、はい、学食コミスに、あとは今のところなしの人も中にはいますね。いろんな働き方によって全然違うけど。はい。というわけで、東大生の話でした。バイバイ。